やっぱりこの富士スピードウェイ、そのイゴールがイメージしていたサーキットとはちょっと違ったようで、やっぱりここのサーキット特殊なのがやっぱりストレートが長い上、ダウンフォースを極限まで減らして走るサーキットなんですね。その前回走った鈴鹿都合だったりっていうサーキットはもうとにかくダウンフォースをたくさんつけてコーナーを早く走ってっていうサーキットなんですけど、ここはもう全く真逆のセットアップをしてダウンフォースを減らしてストレートのスピードを稼いで、その辺でちょっといつものグリップと違う、いつもよりもグリップが薄いっていうのは多分すごく感じてるんじゃないかなと思いますね。厳しいレースでした。ポイントは稼げたので、そこはこの週末の中での唯一の収集だったみたいな感じでした、はい。岡山に向けてはやっぱりそのどういうオプションがあるのか、いろいろチームと話して何がベストなのかっていうところをいろいろこう相談してやっていかないと、やっぱりなんかまた厳しくなりそうなので、そこをちゃんとしっかりやって次こそ前の方に行きたいです。Vamos com tudo na próxima, galera!